はいどうも、ルリータマーです。さっきで今回はドワンザクということで、前作からの変更点、こいつは耐久上昇はないんだね。で、メイン射撃は格闘属性武装の影響を受けなくなった。格闘アシストとかで壊れなくなったってことなのかな。で、射撃 CS のコマンド追加、旧サブがこっちに移行しました。で、格闘武装の影響を受けなくなって、射撃バリアが削除。そう、射撃バリアなくなっちゃったんだよね。で、サブ射撃が新規武装、突撃を追加。手をね、今やる。これこれから手を、なんかね、正面に出してタックルするんだけど、スーパーマー格闘だね。で、誘導とかもしっかりする感じのやつかな。近距離迎撃だったり、近距離の無理やりな攻めとかに、ドンってやれるといいのかなって。で、やってる最中、突角にキャンセルができるから、やってて届かなかったら前とくとかお手玉された。突角とかやって、もう一回ケア行って、で殴りに行くみたいなこともできるやつだね。早めに出しちゃってどうしようかなってなった時でも、そんな感じでケアが効くような武装となっておりますと。で、前後特射が前の後ろ特射に移行、前後特射が突撃だね、アムロの。射撃バリア突撃の二段格闘だ。で、横特射が、前の前特射が横特射に移行しました。ビームジャベリン投げだね。で、N 格闘が4段格闘に変わりまして、ダメージ推の変更。3段目が強余ロケになったのかな。で、だから3段目で無理やりな攻め系とかもできることはできるけど、やった試合全部負けた。あと、横 N 格でまずは4段格闘なのを忘れないようにしましょう。で、N 格闘がね、3段目から、3段目が、覚醒技にキャンセルができるのね。だから、オーバーヒートで N 格やると、ちゃんと覚醒技まで、3段目からキャンセルがあるから、それで、聖剣好きのコンボに行けたりもします。んで、N、そうだね、N 角と3段目、敵の挙動がよろけ、下発生、そう、下発生も追加して、で、バースアタックのキャンセルルード追加。そう、そんな感じ。というわけで、ドワンザク。まあ、前特角やって、タックルやって、日体大して、で、日体大の前に、あ、相手こっち見てる、ちょっと伸びとかじゃなくてスパーマだなって時はサブで日体大するって感じかな。まあ、アクスタックルだね。まあ、行くだけ行って、やれなかったじゃ済まないぞって感じなんだけど、やれなかったじゃ子供たちがどうにかなっちまうぞつって脅しながら自分のケツを叩きましょう。まあ、つってもね、石ころも結構優秀っちゃ優秀なのね。弾的には。これ見にくくて、上に対して強い。ガベラストレートとか、なぎなたとか、そういう感じの挙動で落ちていくから、そこもしっかり狙いつつ、つっても投げすぎるとね、1号だし、足止める武装だから、武装の管理はしっかりしなくちゃいけないんだけど、そこら辺も狙いつつ、要所でスパーアーマーでぶん殴るっていうのが、いいキャラなのかなと思いやす。コンボがね、効果力コンボとか知らねえからさ、前得前角、もうこの日体大コンボしか俺はしない。というわけで2戦目、相方がエアリアル、相手がエイジ FX とシャア専用ギルググと。ドワンザクね、おもろかったな。ちょっと苦しいところはあったけどね。苦しいんだよな、こいつ。ガン逃げされるとマジできついね、こいつね。ちょっと相手が攻めっ気出してくれるとね、日体大、あ、ダメか。日体大ダメか。アクスタックル、やれなかったらすまないぞ。子供たちがどうなってもいいのか。子供たちの明日を守れ。初代出して、横角から下発生やって前角で追撃して、いいね。置き攻めは日体大タックルやって前角で追撃して覚醒して、これね、シャゲのカウンターマジで数年ぶり見た。マジ数十年ぶりに見たわ。あったねと思ったわ。あれ、モーションずーっと勘だよね、エクバの初期からね。コマンドが変更したくらいか。これびっくりしちゃったね。やられてね、あっぱれだったわ。あっぱれ、落ちてった。タルク1残ってよかったんだけどな。まあ、一回落ちてって、相方がエアリアルが巴投げで倒してって、エヘクスも倒してってと。射撃が減らせてないけどどうすかね。まあ、俺はエアリアルが減るまでは、石ころ強い。やっぱ完成ジャンプに合わせて投げると強いね、これね。エアリアルが落ちるまではもうちょい300ぐらい残しておきたいね。エアリアルがめっちゃ頑張ってる。鈍速、なぎなたなんとか避けれまして。FX の FX バースト次元強化使ってた。あれ終わったら減らない限りは FX バーストにならないんで、ゆっくりでもいいのかなと。はい、日体大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 いいね。これね、緑ロックでも上向くよね、これ。で、なんか、格闘振るときは明るく入ってないといけないのか。なんかね、そこら辺の性質ね、ちょっとあんまり理解できなかった。俺も気持ちよすぎて。あ、うおー、日体大日体大日体大
これね、メイン当たる確信でね、行くの強いね。あ、で、メインにもキャンセルできるからね、N 特格が。いて、なぎなた刺さっちゃって、シャアさんにいろいろやられてるけど、相方がここでやっと落ちたのか。硬いね。ちょ、鈍足ついてて歩くの遅すぎて追いつく気配がな、いい FX も覚醒入ってきて、石ころでガード仕込もうかなって思ったけどダメでした。相方がワンパンされるまでは減らないようにしたいけど、ワンパン取られて相方も覚醒入った。それならサクッと落ちちゃいたいっすね。エクセン殴られてるんで、アムロと日体大、いいね。アムロと日体大してって、置き攻め上取って、石ころポイって。これちょっと強いのよ。これね、石ころマジで強いんだよな。この、なんかぐちゃぐちゃになってる時の。これ当たると思わなかったもん。その、メインがあるときは、ブーストがある限りは、特格、そう、特格メイン、特格メイン、特格メインとかも、いけるから、それでパワーするのも全然ありだね。だけで3戦目。相方がアムロくん。相手がデスティニーとアーマツ、20のアーマツだね。で、横特格もね、使えればよかったんだけどね、横特格が横に歩くやつなんだけど、コンボするときとか燃費が良くなるね、これはね。ニッテイドーイ！スパーまで耐えて、その後、来てるアーマツに横隠し合わせでダウン取ってて、うまいんじゃないの？ここも、おー、ニッテイドーイ！ニッテイドーイ！ニッテイドーイ！石ころだけでガード間に合って、オッケー。デスティニー来て、けど、横角石ころブーカーでダウン取ってガードも仕込んで、うまいんじゃないの、ちょっと。日体大、いけいけ、やれなかったじゃすまないぞ、スパーまで耐えて、これ設置したんだよね、これ、まさかの設置してびっくりした。これ、特角って設置判定あるので、なんか今、スンって折れてびっくりしたわ、これ。一回、チューチュータコラもされて、でもどっちも減ってるね、相手ね。こちらコストのパフォーマンスはいいんで、減らせてると、こちら有利に進むでしょう。石ころ石ころ日体大やって、あがいて正義の拳を見せてやるってやったら全然ダメでした。日体大何に当たったんだ今。アンカー当たって、3試合でも落とされなかった。どっちも落とされずに、ここまで来てるんで、一回雑に落ちて、覚醒やらないやらを第2ラウンド始めていきましょう。アムロ君も落ちたらちょっと一緒に行きたいかな。これね、ジャベリン狙ったんだけどね、やっぱ生当ての性能はないね。やっぱコンボ締めとかだね。下派生とかでダウン値余った時に、ジャベリンつけて鈍足やって置き攻めするみたいなのがいいのかな。で、ここね、デスニー偉くてね、石ころ当たる前にステップ踏まれちゃって2個目とか行っちゃった。これもう一生助けに行けない、こんな。無理。S 角デスニー相手に助け行って、どっちも減っちゃったら負けちゃうんで、アムロ君に任せましょう。もう、一般兵。このまま持ってるだけの石ころを投げる、ただのザクは、ちょっと、あれは見ることしかできません。ほっときましょう。相方落ちた後に覚醒も溜まるし、相方落ちても覚醒も溜まりそうなんで、ゆっくりで良さそう。ここは一回相方がダウンですにダウン取ってくれたんで、立体大して !C 角、最後の C 角発火せまして、相方が落ちた後でも俺は覚醒あるんで大丈夫でしょう。で、これデスリーが出しゃばってきたんで、てめえ知らねえと思ってんのか、立体大このタックルさマジ強えんだけど、これね、やばいこれ当たる試合は勝てる。これ当たんない試合は全部負け。なんかそんな感じだった。日体内できるかできないか。というわけでラスト、相方がダブル X デルジェ相手がセブンソードとエアリアルというわけで。いや、マジでね、噛み合わせるか噛み合わせないかなんだよ。これさ、固定なんだけど、サマルトクッチャー。何日体内日体内これ、なね、固定なんだけどさ、相方がさ、なんか到達で3000コスト乗り出して、でも俺抵抗やるんだよな、これ。なんで俺とワンザクで抵抗やってんだろうな。なんか、こういう時って俺爆弾できないんだよな。爆弾戦法って俺できないんだよな。自分が爆弾側。マジ下手くそで。どうするか、ここは日体大チャンス！スパーアマタックル、サブでタックルするけど、チュッチュ先輩がすんごい良かったね、今ね。一発切り抜けたから当たっかな、それはコンボいけっかなと思ったら、二発目でしっかりよろけ取られた。1回目の日体大、これもいけそう。石ころから日体大、日体大、日体大。相方がバリアでカウンターもらってるけど、一回助け行って日体大でカットして。日体大って、アクスタック起きたの、さっきウィキ見たけど、2018年だね。もう結構経つんだね。アクスタックルっていう文言やばかった。あ、日体大、日体大、日体大。覚醒吐いて、メインから日体大、日体大。いいね。これね、オーバーヒートだったからコンボ N 角とかにしとけばね、よかったんだけど。ここも日体大、日体大、強いほんと強い、これは。マジで強い、これだけ。相方殴られてて、俺は間抜けにも特格でぐしゃぐしゃになっちゃって何も起きず、CSR 当たらない。そう、これ石ころ当たっちゃってコンボどうすっかなって迷っちゃったんだよね。追撃は遅くってダウン取れずに落ちて。
520で相方も268でちょっとまずいんで、どっかで強気に行きたいけど、どっちにしろ ALL の覚醒が終わる、またはセブソの覚醒入ったっけ、まだ入ってなかったような気がするんだよな。覚えてねえや。吐かせるやらないやらしないといけないから、ここはちょっと難しいところではありますな。セブソに行ってもね、セブソに日体大しに行ってもね、バリアがあるからね、うまくいけない時があるんで、ここはまあ、ゆっくりやってって、これね、アムロとね、ピョンガクの設置、相打ちしたんだよね。でもアムロくんは爆散した無残にも。かわいそう。ちょっと減りすぎた。ここの追撃、マジ噛み合い、めっちゃ減っちゃって、ちょっとまずいんだけど、相方が覚醒吐いて殴り行ったんで、エアリアルに日体大、日体大、日体大して、あっち勝つか分かんなくて、とりあえず吐いちゃったんだけど、ここはもう攻めを通すしかない。ロコゾンから、はい、C 角先に吐いちゃったせいで、日体大、日体大を抜けられず、そのまま日体大して勝ちと、このタックル、マジで強えんだって。このタックルがね、本当に気持ちいい。ちゃんとね、なんか上に逃げた相手に対してとか、上から下あんま強くないかな、なんか置き攻めの時はいいんだけど、なんかそんな感じで日体大やる時はもう入れ込み全部、もうやっちゃっていい、うわっつって、で3回入れられるといいんだけど、3回入れられないとダウン取れないから、そこはねちゃんとしっかりブースト見て、横角とか N 角にシフトして、その下派生とかでダウン取るのがいいんだろうけど、もうね、脳みそがおかしいから俺はもう日体大しかできない。もう右肩でずっとタックルしてる。日体大つって。今でも言ってんのかな、日体大って。なんかこれ友人から聞いた話だから、本当かどうかわかんないんだよな。本当にあいつら、日体大の人たちが日体大つって応援してるのかどうかはわからないけど。というわけでドアンザックでした。まあ、楽しいね、こいつね。楽しいけど、まあ、固定でやった方がいいかな。噛み合ったらすげえな。噛み合わなかった時マジで何もないから。で、石ころだけ何もできねえ。この距離、石ころとりあえず投げとこうで、石ころ投げるのマジでやめた方がいい。ブソ足んねえ。そこだけ気をつけましょう。ちゃんと石ころは気合入れたところに投げましょう。というわけでよかったらチャンネル登録とか高評価とかしてくれるとすごい嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。またね。